道路で気をつけること。わあ、美味しそう。ありがとう。でもこれはプレゼントなの。ローラさんをびっくりさせるのよ。今日が誕生日だから。ちょっとだけ食べていい？スージーが食べるなら僕も。心配しないで、もう一つ焼くから。やった。早く食べたいな。そうだね。ママのパイをあげたらローラさんチョコチップクッキーをくれないかな。私も食べたキャップに配達を頼んだんだけど遅れてるみたいね。パイが冷めちゃうわ。僕が届けてあげる。本当？あ、すぐ近くでしょ。お願い行かせて。わかったわ。その間にママがパイを焼いておくのでいいかしら。やった、私も一緒に行くわ。ついてくるの？スージーには遠いよ。すぐ近くって言ったのに。うん、そうだね。でしょ。二人ともローラさんにおめでとうって伝えてくれる？ママ僕一人で行きたいよ。スージーがあなたの言うことを聞けば何も問題ないでしょ。ダメ。お兄ちゃんの言うこと聞ける？聞ける。もうピー、うん、大通りまでまっすぐ行くのよ。はい。スージー早く来いよ。パイが冷めちゃうじゃないか。急いでるよ。お兄ちゃんどこ行くの？ローラさん家への近道なんだ。でもママが大通りまでまっすぐ行けって。大丈夫だよ、僕の方が詳しいから。本当？本当だってば。いいわよキャップ、終わったわ。新車に戻ったみたいだ。おー、しまった、配達を頼まれてたんだった。じゃあキャップまた会おうね。この道変よ、車がすぐ近くを通るわ。ここはそういう道なんだ。わかった。ちょっと君、バックしろよ。こっちが先に来た。なんだと？先に来てたのはこっちだ。そっちがバックしろ。1分以内にバックしろ。スージーいいから行こう、もうすぐ着くから。大間違いだぞ。あ、確かこっちが近道だったかな。お兄ちゃん、ちょっと持ってあげる。ありがとう、スージー。やっ、キャップ、どうしたの？怪我はない？スージー、ローラさんにあげるパイが。大丈夫よ、二人が無事だったことをローラさんは喜んでくれるはずよ。キャップ、どうしたんだい？こういう狭い通りでは特に歩行者に注意しなきゃって分かってるだろ。ごめんなさい、全部僕が悪いんだ。ポリー、ケビン、スージー、歩道がないところを歩くときに必ず守らなければならない簡単なルールを君たちに教えてあげる。その1、通りの真ん中ではなく必ず端を歩くこと。真ん中を歩くと後ろから来る車が見えないから危険なんだ。その2、車が通るときは必ず止まって端に寄ること。歩き出すのは車が行ってから。運転手が見ていないこともあるから道を渡る前に止まってよく周りを見よう。絶対に飛び出さないで。その3、狭い道を歩くときは横に並ばないこと。必ず一列になろう。それから荷物は車が通る側に持たない方がいい。車が近づきすぎるとぶつかって大きな事故になることもある。今言ったルールを守れば狭い通りを歩くときでももっと安全に通れるんだ。わかったよポリー。よくわかったよ。でもパイが台無しだ。そうだね、あ、そういえばママがもう一つ焼いてるわ。そうだった。ローラさん、こんにちは。まあよく来たわね。誕生日おめでとう、ローラさん。あら嬉しい。これママからローラさんに。まあ心のこもった贈り物ね。さあお入り、二人にいいものがあるのよ。わあ、チョコチップクッキーだ。
このクッキー世界で一番好きなんだ。私はこのクッキー宇宙で一番好きなんだから。実は私も大好きなのよ。ハチに注意。よし、ゆっくりゆっくり。よし、クリニー、もう大丈夫。どうもありがとう。あら、ジン、どうしたの？またハチの巣が落ちたっていう通報があったの。今度はシンディの家よ。了解、今からすぐに向かうわ。ヘリ、次はシンディの家よ。了解。二人ともまたね。新発売のチョコレートドーナツを持ってきた。僕今日の朝早起きして並んできたんだ。うわー、うちだ。いやーやっやっはっはっはっやったかが蜂一匹だろ、怖がるなよ。ピーター、後ろ後ろ。あんなに大きな蜂の巣、いつの間にできたんだろう。僕のドーナツ、あれ今日しか売ってないのに。決めたぞ、ドーナツを助ける。ジョニー。ぐるぐる。これとドーナツ。うわあ、ジョニー大丈夫？ほら、一個だけだけど取ってきたよ。あ、僕いいこと思いついたよ。集中しろ。あともう少し。おい、早くしろよ。貸して、僕がやる。あ、引っかかった。引っ張れ。僕のドーナツ、もう諦めようかな。あ、そうだ、二人とも手伝って。ん？いや、はい。あ、ボックスマン出動。ドーナツ救出作戦スタート。ピーター、頑張れ。前方にドーナツ発見。敵の陣地でドーナツに接近中であります。ドーナツの救出まで3秒、2秒、1秒、じゃーん、できた。イエーイ、やったー。いや、よし、戻ろう。あ、やめろ、どっか行け。見つけたらどうすればいいか教えるわ。よく聞いて。蜂を見つけても自分で追い出そうとしちゃダメよ。そーっと逃げてね。巣を見つけたら触らずに通報して、レスキューチームが安全に取り除いてくれるわ。蜂に追いかけられたら体を守るために頭を隠して伏せるのよ。
もし刺されたら触らずに近くの病院に行って治療してもらってね。みんな忘れないでね。うん、アンバーもちろんだよ。よし、じゃあドーナツを食べるとするか。うん早く食べよう。ガスの止め忘れは火事のもと。ママ、何やってるの？いちごだ。今日はいちごジャムを作るわ。パンにつけたら美味しいわよ。イエーイ、やったー。おー、いちごだ。ダメだってば。ジャムを作るんだから。いっぱいあるんだからいいだろ。二人ともジャムができるまでいい子にしなさいね。はい。おいしいジャムジャムジャム。ママお腹空いて死んじゃう。もうすぐできるわよ。あとは煮詰めるだけ。じゃあ味見してもいい？ダメ。おい、なんだよ。ジャムはパンにつけて食べるの。そう決まってるの。ルーシー、リビングからパンを取ってきて。はい。あら、どうしたの？ママ、あれ見て。私のパンが悪い子ね。ルーシー、パンは買えるから泣かないの。ルーシー、ママがパンを持とうか。いい、悪いことするバディからパンを守らなきゃ。ふん、あいつきっとジャムを食べてるぞ。行かなきゃ。ママ帰ろう、バディに食べられちゃうよ。大丈夫よルーシー、ジャムは火にかけてるからバディには届かない。ママ、ガスの火を止めるのを忘れたかも。止めなかったらどうなるの？ジャムが焦げ始めて火事になっちゃうかも。ジャムが焦げちゃうの？大変なのはジャムじゃなくて家が燃えちゃうことよ。大変！そこどいて！道を開けて！まずい、リンゴが転がってく。ママ早く。そうね。そこどうして。おや、奥さん大丈夫かい？平気よ、ありがとう。もうすぐ家だよ。はあ、遅いよ、急いでママ。二人ともついてきなさい。こっちもダメ。もうママ、家が燃えたらバディはどうなるの？バディ、ごめんね、悪い子だなんて言って。そんなの絶対にダメよ。ママ。よし、これを使うのよ。それ。びっくり。さあ、家へ帰るわよ。やったね、ママ、かっこいい。危ない、ルーシー。ルーシー。ちょっとでお家だよママ。あと少し頑張るのよ。ピーター。ピーター、どうかしたのかい？バディが一人でお家にいるの。なのにガスを消し忘れたかもしれない。急いで行こう。バディ、バディ、バディ、バディ。いや、どうしたんだい？バディ。ロバートがガスを止めてくれてよかったね。大惨事になるところだった。ごめんなさいロイ、もっと気をつけなきゃね。じゃあガスを使う時の注意点について話そう。火をつけたら決してその場を離れないこと。加熱しすぎは火事の原因になるし、吹きこぼれてガス漏れが起こるかもしれないからね。そしてガスをつける前にはガスの匂いがしないことを確認しよう。
万が一ガスが漏れている時に点火すると爆発の恐れもあるから必ず確認しよう。また点火したら火がついていることも確認しよう。ノブを回したのに火がついていなければガスが漏れてるかもしれない。最後にガスを使い終わったら必ず元栓を閉めるようにしよう。忘れる心配があるならガスタイマーをつけるのもいいかもしれないね。そうするわ。ありがとうロイ。ねえママ、ジャムを食べてもいい？いいわよ。でもジャムはどこかしら。テーブルの上に置いたよ。あ、うわ。やだ。バーニー。車の近くで遊ばないで。今日はとても疲れたな。よし、タイタン。あとはもう一回でおしまいだ。わかりました、ビルダーさん。疲れて目を開けていられないや。ちょっと昼寝をしよう。ここなら良さそうだ。すごいわ。ジン、それ何？これは私の最新の発明よ。後方ミラーといって、これがあればどこでも見えるの。素晴らしいわね。そうでしょ、アンバー。普通のミラーだと後ろにあるものは見えないけど、これがあれば車の上も下も見えるのよ。でもジン、それ必要かな。もちろんよ。これを使えば見えないところなんてないんだから。ジン、大丈夫？ジン、前にあるものにも気をつけないと。そうよね。そういえばポリーはどこ？ああ、ポリーなら公園の工事の様子を見に行ったよ。そっか、私よりポリーの方が似合うと思ったのに。そうね。じゃんけんポン。やったー。もう1、2、3、さあ隠れよう。4、5、6、ここがいい。7、8、9。ダメだよ、ここは僕の場所だ。私もここに隠れる。ダメだって。もういいもん、あっちに行くから。17、18、19、20。さあ行くぞ。めっけー。手加減したんだよ。みっけー。あれ、いないな。この辺りにいるはずなんだけど、公園の方を探してみよう。そうだね。私の勝ちね。すごいな。いや、悪いけど公園は工事中だよ。あのビルダーさん、妹のスージーを見ませんでした？スージー？ここんとこを見てないよ。どこに行ったんだろう。スージー、スージー。あれ、どうしたんだろう。どうしたんだい？ポリー、かくれんぼをしてたらスージーがいなくなっちゃったんだ。ずっと見つからないの？こっちに歩いてきたのは見たんだけど、もしかしてスージー？何してるんだい？あ、見つかっちゃった。ここから出るんだ。こんなとこにいたら危ないよ。おっと、長く寝すぎちまった。そろそろ行かないと。よし、スージー、スージー。あ、二人が危ない。後ろ問題なし。タイタン止まるんだ。後ろが危ない。ポリー、一体何するんだ。ごめんよタイタン、でも見て。二人とも大丈夫？二人とも怪我はない？でもポリーが助けてくれなかったら危なかった。僕が見つけたおかげだろ。ごめんな、もっと気をつければよかった。ひどい事故にならなくて本当によかったよ。でもみんな、今から言うことは覚えておいて。車やトラックの周りで遊んだり、下に隠れちゃダメなんだ。わかった。どうして？それは資格があるからだよ。資格って？車やトラックやバスには運転手から見えない場所があるんだ。それを死角というよ。乗り物が大きいと死角の場所も大きくなる。
もし子供がその死角の中で遊んでいても運転手には見えないんだ。もしみんなが死角にいるときにトラックが動いてしまったら、うわ大変な事故になる。あなんて怖いんだ。そんなの怖いよ。そうなんだ。だからどんな乗り物でも近くで遊んじゃいけないよ。わかった。ポリー、もし車やトラックの下にボールが入っちゃったらどうするの？そしたら運転手が近くにいる大人に頼んで取ってもらおう。自分で取ろうとしてトラックが動き出したら事故になるかもしれないからね。いい？わかったよポリー、言われた通りにするね。ポリー、お願いつけてみて。ありがとう。でも遠慮する。僕はいいや。でもポリー、あなたのために作ったのよ。ポリー。泥棒にご用心。おいしいんだ。ウィルさんに食べてもらおうと。泥棒だ。みんな大変よ。今朝トラッキーの倉庫が誰かに荒らされてたみたいなの。これでもう5回目よ。一体誰の仕業かしら。犯人はわからないけど、このまま放っておくと大変なことになりそうだ。そうだね。みんなで協力して街のパトロールを強化しよう。了解。これで大丈夫。泥棒もきっとお手上げだな。ただいま。いい子にしてた。サラ、どうした？ピーター、あなた一体何をしたの？これはね、ママ。泥棒を捕まえるための仕掛けだよ。え？泥棒？ピーター。泥棒はパパがやっつけるから心配しなくても大丈夫。ロバート！任せて。みんなは下がってて。分かったわ。準備はいい？あら、猫だったの？
みんなを怖がらせてたのはこの可愛い猫ちゃんだったのね。泥棒じゃなかったんだね。ピーター、泥棒と遭遇しても自分で捕まえようとしちゃダメよ。危険な目に遭うかもしれないわ。そうだよ、泥棒に入られないよう注意することが大切なんだ。そのためにはどうすればいいか僕が教えてあげる。玄関のドアの鍵と窓の鍵はちゃんとかけておくようにしてね。一人で留守番するときは電気をつけて。テレビもつけると大勢の人が家にいるように見えるよ。知らない人が来たらパパとママがいるときにもう一度来てもらおう。もし知らない人が家に入ってきても怖がらないで、すぐ警察を呼んでね。いいかい？わかった、今度からまず警察を呼ぶよ。大変、なんなのよこれ。ピーター、今すぐ片付けなさい。ママごめんなさい。花火をする時のルール。二人ともスーパードラゴンを見に行こうよ。ピーター、今日はダメだよ。なんでだよ、最後のチャンスだぞ。今日が最終日なんだから。後でうちに来る？うん、もちろんだよ。僕も行くよ。なんでスーパードラゴンはどうするんだよ。今日はシンディの誕生日。え、マジで？うん、どこか行きたいところがあるのね。君にプレゼントを買いに行かないと。僕からのプレゼントは最高だから楽しみにしてて。本当？じゃあ楽しみにしてる。みんな後でね。ピーター、どうするの？プレゼントなんてないんだろ。どうしよう。これもダメ、これもダメだ。この中に何かあるはずだよ。あ、これがいい。お兄ちゃん、ルビーを連れて行きたいところがあるんだ。でもルビーは私のお友達。頼むから僕に貸して、後で可愛いものを買ってあげるから。やだ、お兄ちゃん約束守らないもん。あ、ママだ。大丈夫、行かないよしよし。ママに言いつけるから。ダメだよ。まったく。あれ、あ、花火だ。よし、できたわ。ただいま。うん、おかえりルイ。ジン、それは？シンディに誕生日プレゼントを用意したの。これを見たら驚くと思うわ。きっと喜んでくれるよ。消火栓のチェックに行くときに持って行ってあげよう。りね。お誕生日おめでとう、シンディ。ありがとう、みんな。これ僕から。これは私から。これ僕から。シンディ気に入った。かっこいいだろ。ありがとう。すごくかっこいいよ、ジョニー。見てて、口も腕も動かせるんだよ。これがあなたからのプレゼント？見せてよ。うちのガレージで見つけたんだよ。これって花火？花火？すごい。ピーター、すごく気に入ったわ。ほらね、約束通りだろ。ママ、この花火やってもいい？あらまあ、立派な花火ね。みんなでやってみましょうか。さあ、みんな後ろに下がって。あら？ママ、なぜつかないの？今のはハズレの花火かしら。おい、花火、しっかりしろってば。ピーター、火は消えたの？あれ、うわ。シンディの家はこの辺り。おお、なんだあれは。あの音はもしや。うわ、みんな大丈夫？大丈夫、平気。今行くよ。みんな安全な場所へ逃げるんだ。はあ、モニカ、
花火をやるときは必ず説明書を読んで花火の製造年月日を確かめるんだ。特に古い花火は火がつくタイミングが通常と違ったりするからね。ロイ、ごめんなさい。もっと注意するべきだったわ。みんないいかい？花火はとても危険なんだから必ず説明書を読まないとダメだよ。花火に点火したら10メートル以上離れて鑑賞すること。絶対に手に持ったり人に向けたりしちゃダメだよ。家の中は絶対にダメ。燃えやすいものや木がたくさん茂ってるところも避けよう。花火は必ず屋外で、しかも風がない日にやろう。それと一度にたくさんの花火に火をつけないこと。爆発して火事になることもあるから絶対にダメ。最後にもう一つ、花火は必ず大人の人と一緒にやるんだよ。いいね。うん、わかったよ。おい、ごめんシンディ、本当は君の誕生日のことを忘れてた。そんなのわかってた、うんうん、でも勇敢に私を守ろうとしてくれた。パーティーの続きをやろう。ギーター、花火で僕の恐竜が壊れただろ。どうしちゃったのかな。ごめんよ。おい、逃げるぞピーター。また喧嘩ね。雨の日に注意すること。ごめんよ。えいた。おい、ズルじゃないか。ガードを緩めるからさ。男の子って変なの。どうしよう、傘忘れちゃった。よし、ジェニー心配しないで、僕が入れてあげる。残念だったね。別に君を入れてあげたいってわけじゃないけど、僕の傘に入れてあげてもいいよ。ジェニー、ママ、二人ともありがとう。また明日ね。じゃあね、ジェニー。なんで僕は理由もないのに言いやつぶっちゃうんだ。じゃあ君の傘を僕にくれや。なんで？僕の傘壊しただろ。壊してない。壊したよ。ポスティ、大丈夫かい？ありがとう、ポリ。いや、ポリ、ロイ。いや、スーキー。ポスティ、大丈夫？今日は大変だったんでしょ？そうなんだ、滑っちゃって。今日みたいな雨の日は、特に道路が滑りやすいんだ。だから気をつけて走ってね。大丈夫、僕がちゃんとポスティを連れていくよ。ありがとう、じゃあね。気をつけて、スプーキー。ロイ、僕はこれから学校に向かうよ。そうだね、そろそろ授業も終わる頃だ。うん、みんなが安全に家まで帰れるように見てくるよ。君も気をつけて、ポリー。うん。独り占めするなよ、濡れちゃう。僕の方が濡れてるよ。嘘つけ。うわー、ケビン、どうしたらいいんだ。わかんないよ。こりゃやみそうにないな。びしょびしょだ。僕もさ。よし、渡ろう。急いで帰ろう。これじゃ見えない。危ない。早すぎて止まれない。危ない、止まれ。まずい。ごめんよポリー。道路が濡れてるって言ったじゃないか。危ないよ。そうだね、今度から気をつけるよ。君たちもだ、気をつけないと危ないよ。特に雨が降っている時はね。僕たちも？雨が降ると道路がいつもより滑るから、車が止まるのにもっと時間と距離が必要になるんだ。雨が降っている時は車道側を歩くんじゃなくて車から離れて歩いた方がいい。それに横断歩道でも少し下がっていた方がいいね。
あまり近いと傘が車に当たってしまうかもしれない。目の前がしっかり見えるように傘は目の高さよりも高く持とう。傘が透明だともっといいね。雨の日には紙や本をショルダーバッグに入れて歩こうとすれば濡れないよ。雨が降っていて暗い時は明るい色の服を着て明るい色の傘を持とう。暗い服や暗い傘だと周りから見えづらくて事故が起きやすくなるんだ。雪の日も同じだよ。でも雪の日は白い服を着ちゃダメだ。雪に紛れてしまうからね。うわ、僕たち傘で前を塞いでたし、渡る時も道路をちゃんと見てなかった。それに暗い色の傘だ。わあ、僕たち全部間違ってた。そうだよ。でももう雨の日にどうしたらいいかわかるよね。うん。ジェニー、今日は心配しなくていいからね。そんな小さい傘じゃきっと濡れちゃうよね。僕の傘に入れてあげる。ありがとう。でも今日は大丈夫。なんだ。じゃあまた明日ね。あ、ジェニー待ってよ。ほら早く。暑い日に気をつけること。スプーキー、お疲れ様。いつもありがとう、ステージー。ちょっと待って、これ見て。あなたにプレゼントを用意したのよ。それ何？スプーキーが友達を助けてくれたらステッカーをあげるわ。5枚集めることができたら虹色のタイヤをプレゼントする。虹色のタイヤ？やった、欲しい欲しい。よし、こうしちゃいられない。頑張るぞ、また来るね。頑張ってね。ブルームクラウンの皆さん、最近暑い日が続いています。外出はなるべくしないで、健康には十分気をつけてくださいね。すぐ友達を助けてステッカーを5枚もらうんだい。誰か助けて。ああ、ベニーだ。今助けるからね。さあ、これでよし。スプーキー、ありがとう。どういたしまして。次は気をつけるんだよ、ベニー。ルン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 。今日のスプーキーはなんだか楽しそうだな。ピーター、ちゃんとこっちに蹴ってよ。今日は暑すぎるよ。ジョニー、早くボール取れよ。いやだって、蹴ったのはピーターだろ。自分で取ってよ。もう知らない。ごめん、ポスティ、待たせちゃった。遅いよ、スプーキー。今日はたくさん配達しなきゃいけないんだ。よし、超特急で行くぞ。スプーキー、早すぎるよ。え、何？もっと速く走れ。了解。ムスティさん、こんにちは。ごめん、待たせちゃった。もう大丈夫だからね。いやー、こんな暑い日に君は働き者だな。よし、待つよ。待ってくれ、スプーキー。そらわしの花じゃ、花。本当に一人で大丈夫かい？もちろんだよ。無理するなよ、スプーキー。すぐにロイを呼んだ方がいいと思うぞ。大丈夫、僕に任せてよ。本当に動いた。すごいな、スプーキー。ほらね、言った通りでしょ。はい、スプーキー、あと1枚だけじゃない。あら、スプーキー、あなた働きすぎたんじゃない？今日はもうゆっくり休んで。いやいや、僕は大丈夫、すぐ戻るからね。スプーキー、大丈夫なのかしら。あと1枚、あと1枚で全部揃うんだ。なんだかめまいがする。なんだか今日はすごく疲れたな。早く帰って休もう。クラクラする。2人とも危ない。ぶつかる。スプーキー、誰か助けて。緊急事態、緊急事態。スプーキーが崖で宙吊り状態になってる。みんな今すぐ出動よ。了解。
大丈夫スプーキー、すぐに助けるよ。エリー下からスプーキーを支えて、ロイと僕はロープでスプーキーを引っ張る。了解支えたよ。よし準備完了。オーケー、じゃあ引っ張るぞ。スプーキー、はい、もう大丈夫。ありがとうアンバー。スプーキー危ないところだったわ。今日みたいな日は無理して働いちゃダメよ。高温注意情報が出ている暑い日に外に出るのは危険なの。汗をたくさんかいたら脱水症にならないように水をこまめに飲むようにしてね。もしも頭痛やめまい、吐き気がしたらすぐに涼しい場所に移動して休むようにして。もしそれでも治らなかったら救急車を呼ぶこと覚えておいてね。わかった。暑い日はあまり働きすぎないように気をつけるよ。僕たちも忘れないよ。暑い中頑張ったわスプーキー。でも僕最後のステッカーを集められなかったよ。ステッカーなら揃ってるわ。じゃあ虹色のタイヤよ。うわー、これもらっていいの？ベニーから助けてもらったって聞いたの。そうだそうだった。ありがとう、やった。スプーキーから。家族で避難訓練。それじゃあごきげんよう。あら、こんにちはロイ。いやこんにちは。それは何？火災時の避難訓練。そうだよ、家族みんなでやる訓練さ。火事の避難訓練をしていざという時どうするか話し合うんだ。テストに合格すると安全バッジがもらえる。あら、それすごくいいわね。チラシをどうぞ。え、それ、うん、ただいま。どうしてこんなとこに？それ、ザブーン、ザブーン。いけまあひどい、これは何なの？ん？あら大変。ひどいありさまね。これで火事になったらどうするつもりかしら。ダメ、そんなの嫌。この状態をどうにかしなくちゃ。ザブンザブン。あれ、お、いや、帰ってたんだね。はい、これ見てちょうだい。何、家族で火災時の避難訓練。へえ、パパ何それ。なんだか面白そうだぞ、やってみようか。イエーイ、やる。私もそれやりたい。それじゃあみんな賛成ね。それはよかったわ。今から特訓よ。1週間後に私たちは火事の避難訓練を受けます。火事になった時安全に逃げられるように頑張りましょうね。わかった？はい。さあみんなこの図に注目。この家に出口はいくつあるでしょうか？わかる、僕知ってる。できたよ。今度はどこ？わかんないな。あ、裏口だよルーシー。わかった。パパ大丈夫だ、どんな時だってパパが助けるよ。みんな準備はいい？まもなくテストを開始するわよ。火災報知器が鳴ったら家から避難してね。位置について、よーい。いやー、煙よ、体を伏せて。焦らなくていいの、練習通りにね。わかった。わかった、任せてくれ。一つ目の出口に行きましょう。それなら二つ目だ、窓に行け。わかったわ。あ、どうしよう、窓からも出られなくなったわ。大丈夫、助かるさ、別の出口を見つけよう。残りあと30秒よ。
ママ、裏口だよ、3つ目の出口。そうよね、裏口があったわ。よし、さあ早く。分かった。いやあ、サラ、残り10秒よ。もう無理よ、私は助からない。置いていって、子供たちをお願いね。バカなことを言うんじゃない、君を置いてったりはしないよ。3、2、1。みんなよくやったわ、合格おめでとう。すごいよ、パパかっこいい。はい、どうぞ。みんな次々と起こるトラブルに素早く対応できていたね。本当に火事になってしまうとパニックで正しく動けないことも多いんだ。炎は5分もかからないうちに危険な状態まで広がるから、普段から避難の方法を考えておこうね。全ての出口に分かりやすい印をつけた家の図を作っておいたり、避難した後の安全な待ち合わせ場所を決めておくんだ。1年に2回は家族みんなで避難訓練をしよう。昼と夜のどっちもしておくとより安心だね。そうすれば本当に火事になってもみんな慌てず安全に家から避難できると思うよ。分かった、悪い、これからはそうする。火事だ、火事だ。火事、火事、どこで。もう一度避難訓練するよ。ロイが夜もやった方がいいって言ってた。さあやろう。だからって今日やれってことじゃないんだよ。